さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミ朝賀です。今日のイカライフ動画はここにいますよ。富士スピードウェイになります。さあ今日はアウディの試乗会になります。アウディの試乗会といってももう完全なるハイパフォーマンス系大集合になります。なので RS 系の試乗会になります。まあなのでサーキットちょっとずつ乗るという形ですけれども、まあ奥からですね R8 ありますけれど、今日ちょっと時間の関係で僕帰らないといけないので、すいません、忙しぶってるわけでもなんでもないですけども、 R8 はちょっと乗らずで今日は帰ります。でその上で、はい、RS6 もアウディ最強のアバントパフォーマンスモデルですよね。あのワゴンのもう最速ワゴンと言ってもいいんじゃないですかね。まあとんでもない能力を持った車になっております。そして今日注目はですね、この RS3 ですよ。これ発表されたばかりになります。もう 2.5 リッターの直列5気筒エンジンを積んでおり、これ20ニュートンアップしましたね。でさらにはウルトラクワトロ積んでるので、前と後ろでクラッチを切ってドラ車を回さないっていうエコ運転みたいなのも可能ですし、さらに言うとこれリアディファレンシャルの左右にそれぞれ多番クラッチ積んでおり、でそのクラッチのつながりとかで増幅させるっていう形なんですけれども、要はベクタリング機能がついております。まあある意味だからメルセデスの AMG A45 ちょっと似てますよね。まあなのでちょっとこういうパフォーマンス系でベクタリングがついてきた時にどんな動きするかっていう、なんでこんな画面が真っ暗やねん。はい、まあなのでちょっとこれは大人気すぎて台数も少なくて発表されたばかりで、今試乗車があること自身がすごいんですけれども、まあなのでちょっとこれはもうアウトインしかできないと思いますけれども、ちょっと乗っていきたいと思います。まあ改めて試乗車がしっかりと候補車ができた時に車レポートいたします。まあ何にせよこの RS6 めっちゃかっこいいですよね。これほんとねかっこいい。そしてあ、e-tron GT も来ましたね。はい、 RS、今日僕の試乗順でいうとトップバッター RS でいきたいと思います。 RS の e-tron GT どんな能力を発揮するかというあたりですね。さっきとあとこの低重心でパワフルな800ニュートンですもんね。まあこれ確認していきたいと思います。じゃあどんどん行きましょう。さあではスタートしていきましょう。と言っても今日はね結構なんて言うんでしょう、先導車もいてペースもねそんな速くないと思いますけど、まあ楽しんでいきたいと思います。この e-tron GT でねサーキット走るっていうのはずっとやりたかったんですよ。体感でもサーキット走りたいんですけどね。今コンフォートモードです。まだ結構まあ車動きます。あ、結構ロールするな。やっぱサーキットぐらいになるとコンフォートモード結構ロールしますね。あー、しかし低重心、相当低重心。この動きだけで言った時に 2.3 トンある車とは思えないですね。手応えもしっかりしてる。やっぱりフロントにエンジンがないともう手応えがシャキッとするんですよね。要はボディ剛性しっかりするので。あ、ブレーキはねやっぱりタッチもうちょっとつかみやすい方がいいな。さあペースが上がってきましたかね。まあこのぐらいのペースだったら全然コンフォートで快適にクルージングって感じですよ。でも TTRS 先導車ですけど、 TTRS からしてみると結構いいペースなんだと思います。で今ぐらいなブレーキだとギリギリブレーキ使ってるか使ってないかですね。これ回生エネルギー力が 260kW ぐらいあるので、だから結構回生エネルギーだけで結構減速できちゃうんですよ。それがね、タイカンとか e-tron GT、 うわすげえ、この旋回はすごい。今の速度領域でタイヤがまだ温まってなくて曲がっていくのはすごい。っていうか全然ダイナミックにするような感じでもなんでもないです。というは言ってもダイナミックにしますか。はい、ダイナミック、3、2、1、5。あ、やっぱね高速領域の伸びはそこまでない。だから160ぐらいまではめっちゃ速いかもしれないですけど、とは言っても260は出るんだな。264、なるほど。
260電気自動車で出るって立派ですね。おお、すげえトラクション。ちょっと前と間隔空けたいんだけどな。ちょっとここの低重心確認してみたい。ほら、すげえすげえすげえ。へえ、すごいわ。やっぱあの旋回の地面に張り付く感じはすごい。もうね、吸い付いてる吸い付いてる、空力じゃなしで吸い付いてる。ど、早い早い。さあ、テクニカルセクション、もうこのね、電気自動車がフルフルで威力を発揮できる場面ですよ。よし、行きましょう。もうこういったところは電気自動車めちゃくちゃ速いですよ。だって830ニュートンあって、速え、速え、速え。速いわ、これ。なるほど。速い、すげえ低重心。だしトラクションもすごいわ。やっぱやっぱりタイカもそうでしょうけど、イートロン GT のこのサーキット能力はちょっとね、とんでもないかもしれないな。まだこれ空域もやってないわけじゃなくて、もちろんボディ全体でウィング形状というかダウンフォースを発生させるっていう、下回りとかもディンプル形状を保っており、空気の流速とかを早めようっていうのもやってるぐらいで、フラットボトムなので完全に車全体で空力性能とってもとってもいいんですけれども、これにもっともっと空力追求したらちょっとすごそうですね。電気の世界すごい。うん、この低重心感すごい。でもタイヤの限界領域まで勝手に車がパッと使えちゃうので、その限界領域際線で行くっていうのが結構そこはテクニックが必要かも。でもブレーキタッチがね、もうちょっと出てると嬉しいかな。そこが少し、うん、残念なとこかな。はい、じゃあ乗り換えていきたいと思います。次は RS3 になります。ちなみに今乗っていた RS イートロン GT ですけども、タイヤはですね、グッドイヤー履いてましたね。でサイズはまあいつも通りですね、いつも通りって言って僕覚えてないです。イートロン GT これ21インチだ、26535 21インチです。ブレーキがやっぱり想像以上に厚くなってない。で後ろが305/30 21インチです。まあタイヤは涼しい顔をしております。さあ行きましょう。このエンジンがかけたところが RSQ3 のエンジンそのまんまって感じですね。音もなんか RSQ3 乗った時を思い出しました。今エンジンかけた瞬間に、あれ、これフットレストがすごいしっかりしてる。なんで左ハンドルだから、アウディの中で言ったらすごいんですけど、おー、結構やっぱドッカンターボ、この 2.5リッター、400馬力でしたっけ、で500ニュートン。ちょっと待って、走行モード切り替えが相変わらずやっぱ使いづらい。おお、すげえ、はえー、はえー、はえーよー、早いよー、タイヤのグリップもうちょっと欲しい、はえー、はえー、速いとしか出ない。軽い軽いし速い、この馬力で。おい、やべえ、この車すげえ。あ、フロントが全然タイヤがないんです。この車タイヤがこじられちゃってる、全然エッジがない。はえー、 RSQ3 の要は何て言うんでしょう、軽量版って感じなんですよ。だから軽量低重心版、キュン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 してる。ちょっと前詰まっちゃった。 RS6 頼むよ、一周しかないんだよ。最高、
おお、すげえ。これね、ベクタリングも効いてるんですよ。で、本当はね、これドリフトモードがあるんですけど、今日はやっちゃいけないっていう話で。うわー、これはタイヤ使いこなせる。これはね、ブロック飛ばせられるタイヤ。あの車の使い方とかタイヤの使い方、滑ってるタイヤすげえゴリゴリ言わせられる。これおお、やべえ、速えっていうか、あの RS6 もうちょっと速く走ってくれ。いやー、確認したかったところができなかった。ちょっとこれは一般道楽しみです。速いとしか言えない。何が速いんだっていうと、そのね、軽い、もう軽いから、この 2.5 リッターの400馬力500ニュートンがボーンって車を弾くように。だから逆に言うと、車のその路面への接地感で言うと、もっと欲しい。完全シャーシ能力超えしてる感じなんですよ。で、ベクタリングもっともっと効かしてもいいと思うな。もっともっとベクタリング効かしてあげたいけども、自然ともうボディ剛性も高くて、もう塊感も高いので、車。だからね、リアタイヤも自然と使えちゃってる感じで、旋回で。だから、ベクタリングの使える領域もちょっと少ないんだろうな。後ろに機械的ベクタリング入ってますけど。いや、しかし速い。旋回力もうちょっと欲しいですね。だから、ベクタリングをもうちょっと使ってあげて、あとは、ドッカンターボやめたら、今、ドッカンターボでドンって言った瞬間、フロント逃げてっちゃうので、まあ、しかし、要は、ギミックだらけじゃないって話ですね。結構今、エンジンが勝ってるから、面白いです。うん。これは、なんか、手名付けられたえない感じがあって面白いと思います。うん、これ一般道楽しみです。また改めて試乗します。さあ、今乗ってた車ですけれども、これホイールかっこいいですね。このデザイン、ポテンザスポーツですね。265/30/19インチ。いやー、すごい。あ、セラミックカーボン入ってんだ。セラミックカーボン、今までであればフロントだけですけど、選択するとリア、あ、やっぱリアはセラミックカーボンにならないんだ。これ見た目的にリアもセラミックカーボンになるとかっこいいんですけどね。ストッピングパワー的には必要ないと思うんですけれども、いや、しかしかっこいいじゃん。なんかこの、うん、カメムシカラーもいいで、カメムシって言っちゃあかんな、すいません。いいな、この蛍光緑。なるほど。お、ここなんかすごそう。あ、穴開いてる、ちゃんと。なるほど。まあ、しかし軽いですね。ほんと軽いです。さあ、じゃあ最後ですね、 RS6 になります。もうタイヤがでかい、22インチですよ。285/30/22インチ、結構こじられちゃってるな。はい、こんなサイドまでも使って、セラミックカーボン入っておりまーす。で、後ろが、はい、22インチです。28530だから、後ろは意外とね、そこまで太くないですね。285だからちょっと可愛らしい感じ。305とか言ってないんだな。やっぱね、 RSX はかっこいい。このゴテッとした感じ、やっぱこの迫力はすごい。で、リアもね、すごいかっこよくなって、ここが張ってるじゃないですか。この張り感とかかっこいいですよね。アバントで言うとめちゃくちゃ好き、この戦闘機スタイル。じゃあちょっと行ってみましょう。さあ、行きましょう。これ最後の今日車になります。ちょっと R8 は乗る時間がないので、はい、すいません。で、これちょっとね、偶然にも1台引っ張りになりました。もう1台の方、乗る方が帰っちゃったので、なので今日はこの RS6 に至っては先導車、僕の1-on-1になります。なので結構気持ちよく走れるんじゃないかなと。で、 RS6 はエアサス付き、エアサスなし、まあこれが選べるんですけれども、エアサスがない方がアウディとしてはどちらかというとスポーティーっていう、そういう位置づけですね。要はエアサスを選ばれる方はスポーティーにも走りたいけども、コンフォートとかの、要は快適性も欲しいっていう、なんて言うんでしょう、その調整幅が欲しい方がエアサス、突き詰めた時にはこのコンベンショナルなサスの方がフィーリングも取りやすいでしょうし、いいっていう風にも言ってるので、まあ、なのでこれはエアサスがなしの方なのでちょっと楽しみです。で、まず最初に、フットレストの位置が悪い。はい、まあまあ、これはもう走る前からちょっとお伝えしておこうかと思います。4リッターの V8 ツインターボで、これで600馬力、800ニュートンを出します。まあ、その能力はというところで。
さあ、完全なるワンオンワン。しかも前を引っ張る車も RS6。ストレート踏んでったらね、280ぐらいは出るはずなんですよね。これもとんでもない速さなので。さあ、行きましょう。なんかさっき RS のeイートロン GT 乗っちゃったせいか、なんかね、穏やかだな。もっと激しい加速をしてもいい感じはするけど、はい。さあ行きましょう。ちょっと速いからダイナミックにしよう。もうすげーよく曲がる。アクセルオンでこの大パワーを超使いこなしてる。え、ベクタリングがついてるみたいなんですけど、これそんなことない？すげーよく曲がる。この巨体がこの曲がり方するの？ちょっとブレーキはね、怖いから行かないですよ。まあセラミックカーボンブレーキついてますけど、はい。さあ、こっからテクニカルセクション。ちょっとピッチングはするな。エアサスだったらこれないんだろうな。うおい、ちょっとトラコン働いちゃって切りたいよ。おー、なんかフィーリングもつかみやすいし、フロントタイヤ終わってんですけど、もうちょっとフロントタイヤのエッジ残っててほしい。でも重たいんだな、思ってる以上に。重たいんだけど、その重さを感じさせないぐらい走れちゃってる。速い。速い速い。210、218、225、226、236、40、250、260。もう怖い。はい、263でした、僕の目で見れたのは。はい、あー、シフトも気持ちいい。結構ね、フロントタイヤを酷使するようなバランスかな。リアタイヤもうちょっと使ってほしい感じはするけど。あれ、しくったでしょ今先導車。よく曲がる。 100R がなんかほんとね、ベクタリング効いてるみたいによく曲がる。すげえよく曲がるじゃん。このでこれ何かって、アバントボディですからね。ワゴンボディ、ワゴンボディでこの塊感で走れてんのがやばい。ここね、踏みすぎるとトラクションコントロール働いちゃうから、ほんと丁寧に。ここちゃんと減速しないとフロントタイヤがないので、はい。で、ちょっと踏んで、はい。で、ちょっと踏んで、はい、丁寧に丁寧に丁寧に、トラコン働かないように。よし、はい、トラコン働かないように。しかしベクタリングがあるんじゃないのこれ、なかったっけ。すげえいい感じに曲がります。トランスミッション気持ちいい。これツインクラッチじゃないですもんね。もうほんとオートマでいいじゃん。すげえトランスミッションもダイレクト、ツインクラッチと思うぐらいカン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 いく。やっぱこれ最強だわ、このワゴン。ワゴンで言ったらグローバルで最強じゃないのこれ。やっぱすげえ車です。楽しい、速い、豪快、迫力満点。いや、これ結構贅沢な車だと思います。これでだって荷物までしっかり詰めますからね。まあエアサスだとね、ここまでハードにって言った時にちょっと最後
難話になる感じありますけど、いやー面白かったです。最後に RS6 は本当おすすめ、本当おすすめ。うん、アウディの最近パフォーマンス面白いですね。だから今日の RS6 もそうですし、 RS3 新しい車も超軽快でキャピキャピ動くし、 e-tron GT はその中でも超極上カーですよ。新しい技術を使ってという形で、まあ何にせよアウディのパフォーマンスモデル、まあめっちゃ面白いです。アウディらしさ、安定感をベースとして速いっていうのがやっぱ特徴的ですね。はい、まあ改めてまた RS3 とかは借りることができたら一般道でも乗りますので、その時もまた見ていただければと思います。ではでは失礼いたします。イカレフォー。